層の西郷軍はみんな明るかったといいます。桜島を目指して九州の峰々を普通では考えられない力で踏み越えつつあったのです。桜島じゃ聖子さん、桜島ごわす、こいつをおいたちゃ帰ってきましたな。明朝四時。うん。城山総攻撃について全軍への撤退が終わったち、山形さから電信が入りました。分かった。午前4時、ただいまより殺軍への総攻撃を開始する。はっ！撃ち方始め！そういうなら、行こうかい。はい。イント！七万の政府軍に対し、本営に残る殺軍約40人が高森を擁して最後の突撃を開始しました。高森51歳でした。
下。